朝ドラ虎に翼、親友として家族として智子と並走する花江。仕事に生きる智子とは対照的に家庭に生きることを選んだその人生。今回は花江を演じる森田美里の魅力に迫ります。最後までご視聴いただけると嬉しいです。ヒロインの智子とは対照的な女性を演じるドラマでの花江を探ってみました。智子の兄直道に好意を抱いた花江は、お見合いを経て女学校を卒業する前に結婚し、智子の義姉となりました。結婚後、命爪花江となった後も智子の良き相談相手です。日本で初めて女性として放送界に飛び込み、女性への差別や蔑視と戦いながら生きていく智子とは対極に見えます。どうしても欲しいものがあるならばしたたかに生きなさいってこと、猪突猛進な性格の智子に送った花江のアドバイスでした。ふわっとした雰囲気の中にしたたかさを隠す花江の性格も、真正面からの論戦も辞さない智子とは対照的ですね。智子と花江はブギウギの福来スズ子と茨田律子のような正反対の性格を持つバディとも言えると思います。ドラマでは花江の苦悩や痛みも描きつつ、彼女の生き方も肯定しているように思います。脚本家の吉田絵里香は、結婚して家庭を守る花江はある意味もう一人の主人公というつもりで執筆していると語っています。制作統括の尾崎博一は、花江がドラマで重要な位置を占めると説明しています。智子のような生き方もあるが、家の中の仕事をして生きることも当然肯定されるべきで、そこをしっかり描きたいと話しています。また森田は花江について、家庭に生きる女性だって外で仕事をする女性と同じぐらい尊いんだよ、ということを伝えられる人と解釈して演技しているそうです。花江の史実モデルについて探ってみました。花江のモデルとなる三淵嘉子の兄嫁は実在したのでしょうか。ドラマでは花江は猪爪直道と結婚して家庭を守る女性として描かれています。花江は当時の一般的な女性の象徴でした。花江は智子の兄嫁の設定ですね。智子のモデルとなった三淵嘉子は5人兄弟の長女で第一子ですので、残念ながら三淵嘉子に兄はいません。したがって兄嫁である花江のモデルは実在せず、フィクションであると思います。ここで花江役を演じる森田美里のプロフィールを見てみましょう。森田美里は神奈川県出身です。1996年9月13日生まれで、2024年に28歳になります。芸名森田美里、本名は不明、血液型 B 型、身長163センチ。森田美里はその演技力の高さや役にのめり込む様から憑依系女優とも呼ばれています。今注目の女優の一人です。15歳から女優業をスタートしましたが、10代のうちは作品に恵まれなかったこともあり、厳しい下積み時代を経験しています。デビューから8年間にわたって何百回ものオーディションに落選する日々が続いたそうです。そんな中、全裸監督のオーディションが舞い込んだそうです。今全てをかけようと思った森田は、脇毛が生えていることが特徴的なセクシー女優黒木香織に合わせ、自分で脇毛を描いてオーディションに挑んだそうです。他にそんな人はいなかったようで、その心意気もあってか無事オーディションに合格しました。清楚で愛らしいルックスからは想像できない行動力のある方なんですね。そこからの活躍は多くの人が知る通りです。山田孝之がアダルトビデオの世界の異端児村西徹を開演したピカレスクドラマで、森田は一世を風靡した AV 女優黒木香織になる佐原恵美を全身全霊で演じました。全裸監督の出演は森田美里の名前を一躍日本中、いや世界中に轟かせました。海外では道行く人に Are you Netflix? と声をかけられることさえあったといいます。なお虎に翼の主人公伊藤沙莉とはこの時に共演しています。伊藤が演じていたのは女優の気持ちを大切にするヘアメイク係の純子。
エミが黒木香織として初めてビデオ撮影に挑むのをサポートするのが純子でした。女性代表として世の中に出ていくのが森田で、裏から支えるのが伊藤という構図はちょうど虎に翼と裏表となりますね。2021年度前期の NHK 朝ドラおかえりモネでは、ヒロインがいつも頼りにしていた天気予報士の先輩野坂みどり役を演じています。具体的には、野坂みどりはモネにとって頼れる先輩でありながら、仕事に対する厳しさと優しさを兼ね備えた人物です。森田はこのキャラクターを通してプロフェッショナルとしての一面と人間味あふれる一面を巧みに演じ分けました。特に天気予報士としての専門知識や職業倫理を持ちながらモネをサポートするシーンは視聴者に強い印象を与えました。またおかえりモネでの演技は森田の役作りの細やかさが光ります。気象予報士としてのリアリティを追求するために、実際の気象予報士の仕事をリサーチし、その知識を演技に反映させました。これによりキャラクターがよりリアルに感じられるとともに、視聴者に職業の魅力や重要性を伝えることができました。2022年1月に TBS 系列で放送された妻小学生になるでは、堤真一演じる主人公の年下上司にあたる守屋好美役を演じています。白石麻里香役を演じた前田乃々と虎に翼では弓役で共演になりますね。花江役の森田美里は女優として今後の活躍が期待されていますが、恋愛事情はどうなのでしょうか。なんと2022年に週刊フラッシュで熱愛報道がスクープされていました。気になるお相手は森田の出演映画全裸監督で助監督を務めた片山晋三です。片山は2022年に公開された映画探すで監督を務め、日本映画監督協会新人賞など多くの受賞を果たしています。そして同作品には森田も出演しています。熱愛報道当時、森田は25歳、片山は41歳と16歳差となっています。お二人に近い芸能関係者によると、片山監督からの猛アプローチにより交際に発展したようです。2024年現在、お二人に関する新しい情報は入っていませんが、交際が順調だといいですね。虎に翼キャスト、米谷花江役の森田美里についてご紹介しました。憑依系女優と呼ばれる森田は、幅広い役柄をこなす実力派女優として注目されています。森田が演じる花江は、家庭を大切にし夢を追い続ける女性です。過去の出演作やオーディションでの経験を通じて、彼女の人柄やプロフェッショナリズムが明らかになりました。また片山晋三監督との熱愛報道も彼女の魅力の一端を物語っています。これからの活躍にも大いに期待が寄せられる森田美里にぜひご注目ください。今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いします。